5月の厳選銘柄、お得で嬉しい優待特集。やったー、楽しみです。はい、一銘柄目はブックオフグループホールディングス。はい、こちらは中古書籍、ソフトなどを扱うブックオフを中心にリユースを切り口にした事業を行う会社さんです。書籍のほか家電やアパレル、貴金属なども扱っています。はい、ブックオフって中古書籍のイメージはすごいあったんですけれども、うん、アパレルも家電もあるんですか？そうなんです。私も行ってみよう、うん、ぜひぜひ。はい、そして気になる優待内容なんですけれども、ブックオフなどで利用できるお買い物券と、うん、書籍の買取金額アップクーポンです。うん、3年以上保有しますとお買い物券の金額がアップします。うん、おー、長期優待もあるんですね。うん、そうなんですよ。うん、最低投資金額は15万1300円、うん、予想年間配当利回りは 1.65% です。この優待のピックポイントは、ブックオフで使える割引券がもらえるという点です。うん、ブックオフには、ね、税込み110円の商品もありますから、2000円分お買い物券があれば、はい、いろいろとお買い物を楽しめちゃいますよね。確かに、そっか、110円くらいからあるのか。そうそうそう、と思ったらその券でこういくらいくつ買えるかみたいな、こう、ね、宝探しみたいなのも楽しめそうですよね。そうそうそう、なんですよ。しかもそのお買い物する時の割引券と買取金額がアップするクーポンもこう両方ついてくるってことなんですか？そう、ね、両方得になる。これめちゃくちゃいいです ね。ダブルでお得と、ね、ということです。はい、そして2銘柄目は毎日コムネット。こちらは学生向け賃貸住宅の開発、賃貸、管理、大学生の課外活動や就職を広範囲に支援している会社です。主に首都圏で事業を展開しています。すごいですね。これターゲットは大学生ってすごく絞っているのに、うん、やっている事業がめちゃくちゃ幅広くないですか？そうなんですよ。気になる優待内容ですが、会員制サービス、ベネフィットステーション、1年間の会員加入券です。全国のホテルや遊園地、映画館などを会員特別割引価格で利用できます。おー、これすごいですね。ベネフィットって企業の福利厚生として導入しているところも多いですよね。そうそうなんですよ。最低投資金額は8万600円、予想年間配当利回りは 3.47% です。この優待のピックポイントは対象施設が全国にあるという点ですね。映画など身近な娯楽からリゾートホテルまでいろいろな割引を選べるというのが嬉しいポイントです。すごい、これ幅広い人のライフスタイルに当てはまりそうですよね。うん、そうですね、家族で楽しめそうですね。ね、そして3銘柄目は e サポートリンク。こちらは生鮮生花流通事業者向けに IT サービスを提供している会社です。生鮮生花食品のデータベース化、ネットワーク化などによって流通時の業務負担軽減、コスト削減につなげています。こういった企業もあるんですね。うん、そうなんですよ。気になる優待内容ですが、青森県産 100% リンゴジュースです。お、1リットルを3本もらえちゃいます。3本 ?1 リットルを。そう、これすごくないですか？ね、たっぷりですよね。しかもこの生花の流通を手掛けている企業だけあって、なんかすごくいいリンゴが使われてそうな。そうなんですよ。美味しそうです。うん、最低投資金額は9万9000円。この優待のピックポイントはリンゴジュースが3リットルももらえるという点ですね。3リットルご利用しですね。そうなんです。あの、確かに相当な量ですからね、これ。しかも、うん、青森県産リンゴ 100% ということで本格的なリンゴです。確かに飲みたい、これ。美味しそうですね。うん、はい、ということで株主優待ピック、はい、今回リニューアルということで、うん、はい、今回から私たち2人でお伝えしていきます。うんうん、はい、もう楽しくあのフリートークでいいというふうに言われて、うん、そうそうそうですけれども、はい、あの台本がね、私のところがリアクションしか書いてないんですよ。さだリアクションなので本当に楽しくただただ優待を知れるっていう、ね、こんな役得、はい、そうなんです。楽しい時間をありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、目の前にはなんと、はい、こちらに e サポートリンクの優待でいただけるリンゴジュース。すごい、先ほどの3リットルの。すごいですね、この。すごい、持ってみていいですか？あ、もうぜひぜひ。重い。ずっしりします。しかも、すごい、いいリンゴジュースですよ、これ、ね、色が濃いですよね。めちゃくちゃ美味しそう。これ飲めたりとかは、ね、コップあるってことは飲んでいいんですか？本当だ、やった飲みましょう、飲みましょう。やったやった。さあ、では番組リニューアルを記念して乾杯。
めちゃくちゃ美味しくないですか？甘いね。甘い。濃厚。今もう五臓六腑に染み渡ります。リンゴのエキスが。なんかこういういいジュースってもらえたら嬉しいものの一つだよね。いや確かに自分で買うとね、うん、高かったりするので、優待でもらえるとこれテンション上がりますね。めちゃくちゃテンション上がる。美味しい。ご紹介してきましたけれども、そらちゃんいかがでした？気になるのありました、はい、いやなんかもうリンゴジュースに全部そうそうそう持ってかれちゃったんですけれども、うん、でもあのやっぱり馴染みある企業で言うと、うん、ブックオフで街中にもいっぱいあるので、本だけじゃなくてアパレルもあるんだっていうのを知って、そうそうそう、ちょっと発掘しに行きたくなりました。そう、はい、私もアパレル売ったことがあるんだけど、結構ね本当に買い物だけではなくて、うん、そういうリユースとかにも、ねね、力入れてらっしゃるから、うん、うまく活用するとめちゃくちゃお得だよね。確かに。ということでさら、ね、なる優待、うん、いろいろ探していきたいね。そうですね。はい、さあ続いてなんですけれども、新設記念優待のご紹介です。はい、それでは株主優待ピン。5月の厳選銘柄新設記念優待特集。おー、新設記念気になりますね。これですね、うん、一銘柄目はゲームウィズです。こちらはゲーム情報メディアゲームウィズの運営を中心に、 e スポーツや光回線の提供などゲームに関する様々な事業を展開しています。ゲームのこう幅広い面をカバーしているという感じなんですかね。そうですね、うん、気になる優待内容は、500株の保有でクオカード3000円分がもらえます。こちらは創業10周年の記念優待として実施されるものでして、今回限りの優待となります。そうなんですね。すごい、クオカードコンビニでも使えますからね、うん、便利ですね。最低投資金額は14万4000円です。この優待のピックポイントは記念優待ということで、優待額が比較的多めに設定されているという点です。確かに3000円となると結構買えますよね。そうですね、しかも今回限りということですので注目です。そして2銘柄目は BWiz、うん、こちらは自社開発技術を活用した BPO サービスの提供や AIDX ソリューションの開発販売を行う会社です。はい、そう、これちょっと指揮法を見てみたんですけれども、はい、コールセンターが主力っていう風に書いてましたね、うんうんうん、そうですね、うん、気になる優待内容ですが、 BWiz プレミアム優待クラブで使えるポイントで、200株以上の保有で8000ポイントがもらえます。おー、プレミアム優待クラブではポイントに応じて食品、電化製品、体験ギフトなどから選んで交換することができるんです。おー、ちょっとこの写真結構豪華そうじゃないですか。美味しそうです ね。最低投資金額は40万8800円、予想年間配当利回りは 2.45% です。そしてこちらは2024年5月分から新設された優待です。8000円相当のポイントがもらえる上、期末一括配当ということで、配当と優待両取りできるというのも嬉しいポイントですね。すごい、ダブルでお得じゃないですか、ね、ねえ、しかもこれ自分で選べる楽しさっていうのもありますよ ね。幅広い楽しみ方できそうですね、うん、はい、ここまで5月の優待銘柄ご紹介してきました。はい、さだちゃんいかがでしたか？いや楽しかったですただ楽しんだ、はい、あの今日実は収録前に、うん、あのマキさんとねランチに行かせていただいて、そうそうそう、収録と合わせて多分 4,5 時間おしゃべりしてるんですよすごいしゃべってるであのお得な優待も知れて、なんかおまけみたいに言っちゃって申し訳ないですけれどもすごいね、あの勉強にもなり楽しく充実した時間でした、うん、ね、まだ私たちの知らないお宝優待、はい、眠ってそうだから、いやね、いろいろあるんだなと勉強になりましたね。はい、それでは最後に注意事項です。はい、今回ご紹介した株主優待をもらうには権利付き最終日の大引け時点で株式を保有している必要があります。はい、権利確定が5月末の場合は、今年の権利付き最終日は5月29日水曜日です。ご注意ください。はい、その他優待の内容など詳しくはウェブサイトをチェックしてみてください。今回ご紹介したのはこちらの5銘柄でした。また松井証券マネーサテライトの株主優待ウォッチプラスでは、本日ご紹介できなかった銘柄も取り扱っています。はい、そちらでも魅力的な優待たくさん紹介していますので、はい、ぜひ概要欄のリンクからご覧ください。はい、それではまた来月お会いしましょう。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。
さあ続いてなんですけれども、新設記念優待のご紹介です。はい。それでは株主優待ピンク。ちょっとすいません、さすがにもう一回やりますか。ごめんなさい。